お願いしますいいだそうですね色違いで。 ほんだ中の T シャツも完全色違いだそうなんですよおしゃれでほぼほぼこれだよねこういう感じですほぼほぼそうそうへえごとが全部色違いだったりあのもうみんないろんなねコーデでね一応お二人は映画で共演しているということでまず葵とリナのお話でその二人のお話なんですけれどもあの 全然頭入ってないせたくしかも私たち二十歳の設定なんですよえあちょっと上なんだそうなんです二十歳のお友達の設定ってことでで凛子ちゃんもう一回説明してどういう映画かで凛子ちゃんどうなのその後どういう映画か凛ちゃん無理やっめちゃめちゃ私に気づいてる凛子ちどうなの死ぬどっちか死にません死なへんあのまあそのなんか二人の中のいろいろあるお話です <laughs> いやもう全然その「<laughs> 人にはいろいろなるお話です,そです <laughs> で」大体の映画そうなんです大体の映画そう みんな、こう、いや、りんかちゃん、いける?。もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと、その話だったら、見に行こうかなってなりまうえっと、で、この二人はですね、血は繋がってないんですよ。ただただ、すごく仲がよくって。双子のコーデをいつも二人でしている。でも、本当にもう、こう、二人はもう血が繋がってるんじゃないかと思っちゃうぐらいの。 2人なんですけれども2人は夢を持ってて <laughs> それに向かって頑張るんですよ、ねえー、でももうそこでの何友情だったりその夢に向かうがためのいざこざだ,だったり大人が入ってきたり。 そう、いろいろあったり、よいろいろあるんだよじゃないよ結局私が言った通りでしょじゃない？このりんねちゃん、りんかちゃん喋ってる間初めて聞くみたいな顔してたんだよ一緒に出たんやろ、映画二週間ともに一緒に出ましたよ、2週間暗くを共にしてきたわけやろはいなんかりんかちゃんが一番さ、好きなシーンとかあるの一番好きなシーンは、え、でもりんねのシーンで好きなシーンあるんですけどライオンのね 着ぐるみを着て自転車で大失走するシーンがあるんです、えー、いいねもうその日の撮影めちゃめちゃ熱くて確かにやばそうやね,ねもうね結構体力的にもだいぶねこう辛いシーンだと思うのにすごい頑張ってくれたから <laughs>、うん、結構やったのその疾走は

ねえ私たちねちょっと予告にもありましたけど喧嘩してたりとか、うん、そうですねかちゃんかあでも私たちビンタし合ったりもえー、えー、そんな激しいシーンもあんだでも本当にリアルビンタでしたも,んもうリアルビンタしたの気持ち入れすぎてもう<ー>真っ赤っかだったよね <laughs>、えー、しかもそのカットかかっても結構 ピリピリしてたやつ、たち。それ一番あかんやつよ。でも次の日にはもう。そうめちゃめちゃ高いからね。終わりでいいからね。カットかかった。あとまだちょっとイライラしてたやなかなかの撮影日は。二人で遊びに行ったりもしたんですかしてました。どこ行きましたかき氷。そうね。 一部でもね。一え普通にそれこそショッピングとかしないの？なんかカフェにそんなにこだわりが意外とないねこの二人は。でも普通にどっかなんか次見つけたカフェに入ろう的なのに。なるほどね。なんか支援店とか全然行く感じです。支援店とか全然行く感じ？はい。ドトールとか。服のさ趣味とかはどうな？実際の二人は合うの？全然違うんですよそれが。全然違うの？でもたまに。 かぶるじゃんなんか撮影期間結構かぶってたんですよりんかちゃん結構トリッキーの服着てるもんななんか黒のスケスケの服みたいな服着たりするやんかめっちゃりんかちゃんいろいろおしゃれだよねおしゃれおしゃれりんねはでも古着とか多いんですよなるほどこういう感じちょっと。見つけ出すのがすごいうまいんです古着でやつをみんねちゃんねあ古着なんだどこでどこで買い物すんのりんねちゃでも原宿多いですよはーやっぱ原宿だよねうん村原とか 下さんはりんかちゃんはどこでやるのええまた、でも原宿とか行くんですけどそれこそ本当古着屋さんには一切払らないでさええやっぱそこタイプ違うんだじゃんセレクトショップみたい綺麗なとこあんなに服があって、一点を探すって結構むずいなって思うんですよサイズとかないもんねほんなに服好きな人じゃないとできんよねあのずっとこうやって T シャツ見てさやそうですよねやっていくやつねあー、そっかでもりんかちゃんが原宿とか歩いたらさめちゃくちゃなんかうわーってならへんのえー、そんなことないですよそんなことないのない。 <laughs> <laughs> だから意外とみんなもんか、ね、ちゃんとかとすれ違ってるけど気づいてないだけっていう可能性もあるってこと思う人多いしやっぱ溶け込むのかなやっぱこういうさ2人多いじゃん女の子2人組とか多いからかか意外と気づかれないんだねなんかこの間それこそ原宿とか歩いてたら、うん、横で「ねえ熊田んかちゃんとかいるんじゃないの?」って通り過ぎてて。すごい <laughs> 私だよっ,って言いました。私なんだけどな。どうなるか。え、なんかえ、かっこいいエピソードやな。<laughs> 溶け込んでんだね。<laughs> <あー S 2> びっくりと思う。はい、うん、今回ですね、うん、この映画の公開日が十一月の九日に決定したんですが、はい、そのチケットをの五名の皆様にプレゼントしちゃい,たい,と思います。はい、これはいい。しかもペアチケットらしいですよ。 だから10人来れますからねこれはいいよ双子でね来てほしいです、ね、さあそれでは今から抽選会をしたいと思いますああ